おはこんばっち、ハッチチャンネル始めていきます。今日はマイライフのおじい続きやっていきたいと思います。趣味のスキルですね、読書が A 完走しましたね。そして釣りが F、 ゴルフが若干上がったということで、そろそろ他のスキルも上げていきたいなという感じのおじいということで、今日も元気よく行ってみましょう。初ホームラン打ったんだよね。さあ打つぜ4番おじい。阪神タイガース対、さあ相手は藤浪くんですね。うい、いきなり5点、6点失って、マジかよ。よっしゃ。いやー、今のをねホームランにしないとダメだよね、強振しないとね。てかミートめっちゃでかくなかった今。追う展開で迎える4回です。ほら、ノーアウトランナー1塁という場面で G 打ちました。オッケー、バントシフトの上を抜ける。いや、初球打ちいいね。ナイスバッティング。いや、この前の試合全然打ててなかったのが気づけば打てるようになってる。イエーイ、3打席連続初球打ち、そして全てヒットにするおじい、ナイス。さあ逆転しようぜ。追う展開で迎える7回です。ツーアウトランナー一塁という場面で、ちょっと一発狙ってみようかな。第2球投げた、危ない球。教えておじいさん。徐々にさ、メロディー合ってきたんじゃない。さあ打つぜ、タイミングが合ってる。ダメだ、打球はセカンドの右。ダメだね、打球まず上げないとな。さあ、あー負けた。うえい、やるじゃん、惨敗。いやー頑張ったんだけどね。ということで4の3、とりあえずヒットはねだいぶ出たんで、この前は1日1本しか出てなかったのが、とりあえずこの試合3打、とりあえずヒットを続けて。最近のお前を見ていてしばらく、何何、あ出た出た出た、3安打、4安打打たなきゃいけないやつね。難易度は3、ヒット1試合に4本打つ、まあやりますよ。これさ、達成したとしてもその後5安打6安打って打席回ってくるかどうかのあれやんなきゃいけないんだよね。まあ頑張ってみますか。10試合のうちにヒット1試合どっかで4本打つということで、めっちゃ疲れてんじゃん、ちょっと休もう。そう、コメントで休まないのっていうコメントあったんだけど、おじいそんな休まなくてもね、死んじゃうか。行きましょう。阪神甲子園球場です。第2戦だ。とりあえずミート打ちに専念します。この試合、この試合というか当分の10試合は。うわっぷねー、フォーク、縦スラ、スプリットか、怒られる。チャンスでゲッツーは怒られる。まあ、4番だからね。さあ来いや、よし、うまい。これがおじい。オッケー、ナイス。2打席目というか2本目を打とう。とりあえずコツコツね、打率今年こそ4割バッターを目指して。流し打ちというか、なんというか。さあ、いやー差し込まれた、やべ、チャンスで打てねえ。1点差、ここでランナーに出よう。ちょっと待てよ、いや逆風 8m はきついか、思いっきり引っ張ればかな。いやーでも投げました、打ちました、浜風めっちゃ吹いてる。第3球すごい。おいちょっと待てよ、ちゃんと投げてくれよ。第4球をやっぱ逃げ球が発動してるね。投げました、オッケー、ました、逆風で戻ってくる。全然ツーアウトランナーありません。頼むよ、負けた。2連敗はいただけないっすね。おじいチャンスで2打席凡退、6回のチャンス。あーまあヒット1本でも怒られますよね、ファンも増えてるからな。さあ次は休みますか、しょうがない、休んであげよう。そして次なりきりプレイいきましょう。岩田さん、阪神甲子園球場です。さあ第1打席、2回の表、これからカープの攻撃、ホームラン1本1打点なのか。
ムービングね、ちょっと厄介。一発持ち。ムービング、分かってたけど、分かってたけど、最後ずらしてしまった。さあ第2打席、ランナーがいない。ここで1本打っときたい。いやー、それだよね。強振しないと。あ、おじいヒット1本打とう、とりあえず。ツーアウトランナー一塁という場面で G、 ボール、ボール。今日はショートフライとレフトライナー。第2球、風逆風、3メートルはきつい。打ちました、センター前進。いやー、取ってこれで当たりが良すぎるのか。ここで打たないと。第4打席、3割切っちゃってる。岩崎さん、今日はここまで3打数ノーヒット。うい、ボール、ボール。第2球、すごい投げました。スライダー、オッケー、オッケー。とりあえずマジで、マジで1本投げた。打った、よし。待って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 、危ない危ない危ない、うわ危ねえ。さあ最後おじいがね、あーランナーいないのか。ちょっと待ってよ、すごい。投げた、おい、来た。うまい。あれ、まあ待ったぜ。ゲームセット。いやー、おじい活躍の場がない、困った。5-1、6試合連続ヒット、出塁。怒られはしないのか、これは。怒られるよね、そうだよね。5-1はやばいよな。うわー、調子が落ちていい。さあ試合通常プレイで、今自分たち何位よこれ。さあホーム球場で打つ。おじい4安打打とう。マグッツさん、チェンジアップね。チェンジアップと何が、縦スラフォーク。前走が速い。さあ来い、チェンジアップ。チェンジアップが第一球種かな。これから4球。さあ来い、よし、俺は落ちる。よし、オッケー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 。桑原さんビビったね今ね。オッケー、ラッキー。4回の裏、これからさあ打つぞ。トップバッターは G、 決まった。フォークか。今チェンジアップだと思って待ってたら全然違った。投げました、オッケー、ゴーゴーレッツゴー。投げました、打った。いやー、今ダイレクトでボールを掴んでアウト。ぴったりだと思ったけど振りが圧倒的に遅かった。よし、ここで打てば。ウェイ、ストライク。怒られないぞこれ、打てば。第2球、2球目空振り。いやー、チェンジアップか。チェンジアップ頭の中に入れて、1球外してボール。さあ来い、投げました、打ちました。全然ずれてる、進化。取りました、やべえ、チャンスで強いおじい、チャンスで強くなくなったか。やべえ、また負ける。やべえ、菊池先輩が出てきちゃうよこれ、こんなことしてると。とりあえず2安打打っとこう。そうすれば怒られない。チャンスで凡退が目立つなって言われちゃうけど。いやー、今日調子悪いなおじい。おじいの調子じゃねえな、俺の操作が今日ダメなんだな。2年目のスランプってやつか。おじい、しょうがない、頑張れ、みんなが応援してるぞ。7試合連続安打、出塁。だが5回のチャンスの凡退ですよね。そうですよね。いや、マジで打ててね。ミッションも失敗しそう。通常プレイ。さあ、いけおじい。まずはここで一本打つこと。投げた、よっしゃー、オッケー。危ねえ、ナイスヒット。いい音だわ、快音ってやつね。さあこの調子で打ってこう。ランナー一塁が困るんだよね。チャンメンも発動しないし、チャンスも発動しないし。よし来い、第3球を。おじいさ、チェンジアップに。チェンジアップが、いや、差し込まれてる。これが多い今日。差し込まれてんのとミートが全然合ってないのと。バティスタ、うい、引きつけて2安打目、オッケー。いやー、やっと出た。
そのバッティングを忘れるな。ワンチャン、ワンチャンあるんじゃない、これホームラン。第2球を待ってるの、教えておじいさん、ダメかい。結構いい当たりだったけどな。負けた。2安打打ったけれども足りないね、マルチ安打。やべえ、チームが5連敗。これおじいのせいか、おじいが打ててないからか。ゴルフ練習しよう、ゴルフのスキル上げていこう。いらっしゃいませ、初心者は。めっちゃ打った、138球。 OKF ね。これでぼっちじゃなく、誰か誘えてゴルフできるようになったということで、なんか分かった気がする。もしかしたらさ、ランナー丸さんがいないからさ打てなくなったんじゃない。丸さんと G のさ、丸 G コンビがハマってたんだと思うね。いやー、おじい、ヤクルト移籍するか。丸さん現実でも FA 権ちょうど取得したしね。うい、オッケー。いやー、マシンすぎた。真正面、ほらランナーが丸さんいないんだよな。走るなって言ってたけど、実際やっぱいてほしかったわ。うい、緩急つけてくるな。第3球、いやー、あるね。完璧なボールだったわ。オッケー、よっしゃー、今日もヒット1本。連続安打は続くけど複数安打が出ない。追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で、カーブはボール。これはちょっと一発狙ってみよう。投げました、ウェイ、シットはど真ん中。第3球を投げた、打ちました。いやー、守備範囲内アウト。思いっきり曲がってきたな。松田、終わった。決勝ホームラン。とりあえず勝ちましたね。連敗は止めた。でもヒットは1本。安打記録は止まってはないけれども、辛いですね。現在5位ですね。3.5ゲーム。相当離されちゃってるな。ゴルフを打っていく。打ちっぱなし、この場の誰かいるかな。ケムナ、ケムナ行こう。ケムナ、ケムナ仲良くなろうぜ。イエーイ、こういうリフトどんどん広まっていくのいいね。さあ、あとはここ1日休んで、休むというか遊んで、花見大会、花火じゃなくて花見ね。うい、疲れんだよ勝手に。さて、どうしようかな。内野安打ももう少しで作っちゃつくんだよな。ちょっとつけちゃおっかな。ね、足で稼ぐヒット、オッケー。ということで、ここは練習あるね。じゃあ休みましょう最後は。ということで、今日はここまで。また次回のおじいにご期待ください。ということで、バイバッチ。